内田誠です。東京新聞デモクラ TV エクストラの今日は1、2、3、4回目ぐらいですかね。違うかもしれない、5回目かもしれないんですけれど、東京新聞の社内にお邪魔しまして、論説委員の富田ひかるさんと私とで、この1ヶ月間をしゃべり倒すというふうなことで、せっかく東京新聞の社内にお邪魔してますので、現役の記者の皆さん、今ね、あちこちで飛び回ってる方、こうちょっと捕まえてきてお話を伺うという趣向にしております。今日は、今日は富さん、政治ですかね。はい、政治をやりたいと思ってるんですが、ちょうどですね、非常にご多忙の中、政治部のですね、総括デスクと、水曜ポストですから、これはもうね、ものすごく多分偉くなると思うんですけれども、原田総括デスクに、おいでくださいまして、政治部の原田です。よろしくお願いよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それで、ちょっとですね、ちょっと宣伝をさせていただきますと、実は政治部がこれはもうやってるんでね、佐藤清明さんという政治漫画ですね。これは毎週日曜日と水曜日に、東京新聞の読者の方はおなじみだと思うんですけれども、まあ私これは手前味噌になっちゃうかもしれませんけど、これ面白いですよね。すごく すごく切れる方で、よくぞこれだけニュースにセンスに合わせたものを作るなと思ってるんですが、それでうちの東京新聞事業局というのがありましてですね、一生両断という本をちょっと出版いたしましてですね、ぜひ珠玉の名作が掲載されておりますので、ぜひお買い求め、ご書店に、最寄りのご書店に行っていただいてですね、ちょっととにかくこれはっていうね、そういうこと。これはっていうやつですね。実はこの中も面白いんですが、これは買っていただいて、最近の傑作ですとですね、私面白いなと思ったのは、ちょっと持ってきまして、これ一面に載ったんです、日曜日の。これ分かりますかね。ここですかね。ここら辺ですかね。はい。例の河村市長がですね、名古屋の。これは噛みついたっていうことで、非常に批判されたのに、自分で表現の不自由ってんだって言ってよく言うぜっていう、呪われたオリンピック続くというので、結構これ名古屋の方で結構バカ受けらしい。ああ、なるほどね。まあ私はあえてね、あえて言いますけど、この人に投票した方もですね、ちょっと反省して、猛省していただきたいなと、僕は東京都民としては思っておりますけど、まあこういう傑作も載っておりますので、これがたくさん載ってるということで、お問い合わせ、もし商店にない場合、売り切れていた場合ですね、これに東京新聞事業局、これなんかここに電話するとすぐ分かるそう、6910-0369102527、東京新聞事業局営業担当、ここに電話していただければと。大手の書店は、もう大体置いてあるということですね。はい、まあ、はい、大手じゃなくても、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、いいですね。最初にちょっとこれ、佐藤さんの漫画って、なんて言うんでしょうか、さっと見て面白いんですけど、じーっと見てると、いろいろ細かいことが書いてあるのがね、あれ刺さるんですよね。細かい仕掛けがね、ありましてですね、いいですよね。はい、これも書く方がなかなかね、この方ずっと続けていただきたいと思ってるんですけども、それでなんですが、で佐藤さんつながりでもないんですが、早速せっかく政治部のね、東京デスク来ていただいたんで、政治の話しようと思ってます。はい、で一番最初に私が気になるのが横浜市長選なんですよ。でこれ論説の方でも社説を書こうということで、これはもう途中、もちろんローカルニュースじゃないよねっていうことで、なんか今日ですね、さっきちょっと政治に詳しい別ちょっとの論説の同僚に聞いたらですね、なんか立憲民主の候補者の方が優勢という情報もありですね、そうなるとですね、なんか地元の結構財界みたいなところも推してるみたいな、もちろん IR を反対ですよね。そうですね。で現職の林さんは賛成、推進ですね。推進ですよね、 IR ね。それからもう一人小此木さん、はい、
でこの方って反対です。横浜での誘致は反対という立場ですね。IR 事業そのものに反対なわけではなくて、うん、横浜に誘致するのは反対である、要するに自分とか嫌だよと。そうです。他のとこやる分は構わないけども、自分とか嫌だよ、事業そのものを否定してるわけじゃないです、ね、あ、なるほどなるほど。でこのおこのいさんっていうのは、私はですね、あの菅さんって官房長官時代 IR 押してませんでした。押してますね。ところが私が職務するに今回の選挙ではおこのいさんを押してるんですよね。押してます。これなんでなんですか。そこら辺ちょっと解説していただけますか。まあ、そこの深いところは、うん、あ、ちょっと申し訳ないことよくわからないんですけれども、もともと2人は非常につながりが深いわけですね。小此木さんのお父さんも政治家でありまして、小此木彦三郎さんっていうおっしゃるんですけど、国家公安委員長かなんかやったんですかね。閣僚を経験してますかね。大物ですね。で菅首相はそこの小此木彦三郎さんの秘書をしていた、菅さんね、お父さんの、はい、お父さんの、ね、お父さんの秘書をしてた。要するに市議会議員になる前、はい、なる前で今の小此木さんは、まあ当時まだ子供だったと思うんですけど、まあ、その頃からの知り合いで、まあ、非常に関係が強いという、付き合いが長いわけですね。長いです。うーん、なるほどなるほどなるほど。そこから推測するに、一つの政策だけで支援しないとかいう、うんうん、そういう関係ではなくて、なくて、まあ、自民党の国会議員でもありましたし、まあ、自らの内閣の、まあ、国家公安委員長という役職も務めていた中での出馬になりますので、まあ支援を決めたということだと思いますね。ああ、なるほどなるほど。ということはね、今の情勢で、あと田中康夫さんも、はい、田中さんはちょっと苦しいですから、ね、あんまり選挙前伝わっているような情報では、まあ、田中康夫さんや、まあ、神奈川県知事も務めた松田さんも、松田さんが出てるんですよね。ちょっと僕もびっくりした。厳しいんじゃないかっていう。昔の映像かと思ったら、なんか質問してるんでびっくりしました。はい、まあ、と今の、ね、要するに長野の知事と神奈川の知事、そうですね。その2人が苦戦してて、ね、はい、で、ズバリこれ誰が勝つ？それは有権者が決めることだと思います。そういうね、官僚答弁は。まあ私も横浜市民でもありませんし、なるほど、生の空気をちょっと感じておりませんので、まあ第一義的には横浜支局が主導して取材してますので、まあ、周辺情報みたいな話になってしまいます。ただね、これもしかすると政局に影響っていうのは、つまりですね、自分が推してる小此木さんが負けた場合ね、菅政権にとって、私も素人なんで、素人考えですけど、こう負けるとこの人じゃ選挙やれるんじゃないって、多くの人も、多くの議員がね、自民党の議員がそう想像するんですけど、そこら辺どうですか。そうですね、まあ、敗北すれば痛手であることはもう間違いない。間違いないですね。間違いない。間違いない。横浜っていうのはちょっと特別ですからね、まあ、日本で一番大きい市になりますね、はい、340万ですね、人口ある。そういう意味でも民意が若干反映されていると、つまり国政選挙並みに今の、まあ、正直言ってコロナ対策に評価がないという中で、それが反映されたと見なされる可能性があると、いうことですよね。まあ、自民党内からですね、菅首相では次の衆議院選挙は戦えないという声が、まあ、今もちらほらはあるんですが、もう少し大きくなってくる可能性は、そういう声が深まってくるとありますね。ああ、なるほど。これね、菅さんは横浜に行くんですか、応援演説。行きません。行かない。まあ、都議会議員選挙もそうだったんですけど、まあ、建前としては一地方選挙に、総理大臣は行かないということですね。なるほど。まあ、過去に行った総理大臣もいましたけど、行っちゃいけないっていうルールになってるわけではないですね。まあ、菅さんはそういう考えだと思いますね。でも菅さんって選挙区確か神奈川2区ですか、はい、横須賀の方でしたっけ。いえ横浜市西区など、横浜そのものですよね、はい、まあ、横浜駅などのあたりですよね。一番繁華な場所ですね。そう、行かない。行かないですね、邪推しますけど、行ったらむしろ足引っ張るみたいなことあるんですか。行かねえ方がいいみたいな。そこまでひどかない。まあ、
どうなんでしょう、まあ、困ってるじゃないですか無理やり言わそうとしてますそういうふうに言う方もいるかもしれないです僕あの昔あの宇野宗介さんってあの、ねはいはい、あの三井総理って言われた方がね、はい、あの応援に来るなっていう話があって選挙の時に、うん、あれなんか思い出しちゃったんですけども、なんか菅総理大臣は、まあ、オリンピックについては野党が勝ったって、ね、各種世論調査で、うん、評価あったんだけどコロナ対策についてはもう最悪の評価ですよね。で、もうもう数字は悪いし、それから要するに、何時間かけても病院には入れないし、もうはっきり言って、うん、国民は怖がってるっていうか、もう非常に危機意識が強い状況の中で、うん、なんか菅さんって今一つ本当に自分が分かってるんですかって言いたくなるような感じがするんですけどね。そこら辺の。まあ、就任時からその、まあ、口下手っていうんですか、うん、説明力がちょっと一国のリーダーとしてはちょっと厳しいかなということは評価はもう最初からありましたし、うん、でまあ実際にこのコロナがどんどん感染拡大している中でもですね、うん、なんかこう国民に対して、うんまあ、本人にその気はないのかもしれないですけど、まあ、警戒感を緩めるような発言っていうんですかね、うん、このオリンピックの開催にしても、うん、そのコロナとの感染拡大との因果関係がですね、うん、いきなりないと断言してしまったりしてですね、ないかどうか分かんないですよね、まあ、その理由としてはおそらくその選手村の中から、うん、出てない出て外にも、うん、その感染が拡大してないということを言いたいんでしょうけど、うんまあ、そういう説明もなしにないと断言して、うん、一方でその政府の分科会の尾身会長は、うん、やっぱりその心理的なね、うん、メッセージ、うん、みんな国民に我慢をお願いしている中で、うんまあ、世界最大のイベントでオリンピックをやってしまう、その心理的に国民にとっては我々も外に出ていいんじゃないかと、うん、そういう必要思いますよね、まあ、そういうふうな影響はあると尾身会長はおっしゃってるんで、うん、だからそういう意味でのやっぱり因果関係はないと言い切るのはちょっと難しいんじゃないかなと、うん、あれはひどい詭弁でしたね、うん、だから菅さんもそうだし小池さんもそうですよ、うん、人流は減ってますと、うんそうね、人流減ってますけど菅さんも言ってました、ね、言ってるんですよ2人とも同じことを、うんうんうん、で結局家で見てくださいっていうのでみんな家に入ったんだ、うんうんそれは違うからねえオリンピックやってなかったらもっと人流減っていたはずですよ、うん、それは間違いないですあれしか減らなかったんですよその理由は何かしたらオリンピックやっちゃったことでしょですよねもう普通考えればそうですですよね、うん、だって国家があれだけのイベントあれ以上のイベントってまず、うん、地球上でもあんまりちょっと考えられないじゃないですか、うん、そうですねあれよりでかいサイズがね、うん、それをやってしまったがゆえにあれより小さいイベントをやめろって言えないわけですよね。もう理屈上はありえないですよね。うん、別に飲み行ったっていいじゃないと、ね。オリンピックやってんだからっていう理屈が成り立ってしまうわけですよね。だからそこで言い切ってしまった菅さんっていうのはどうなんだろうということですよね。で、これからちょっとここからちょっとテクニカルな話も若干聞きたいんですけど。その私ちょっとよく分かんないのはまず国会開いてないじゃないですか、はい、ちょっと社説で国会開くべきだと、うん、で普通こんなに課題があったらやりますよねでこれは菅さんが集中砲火を浴びるからやらないんですか。まあそういう理由が大きいとは思います、うん、開いた方が攻撃を受けて、うんさらに苦しくなるということではないかと思いますけどね。なるほど。でこの後、総裁の任期っていうのは9月の末9月30日ですね、うん、これはもう動かない決まり。いや決まり今は決まってますいやこれどういう意味ですか。今決まってます。解散すればね、まあ、総裁選と衆議院選挙の関係にちょっとこう関わってくるんですけどね、うん、やっぱりね今度のその緊急事態宣言の期間の延長を9月の末じゃなくて9月の12日にしたと、
ってことはそこから総裁選まで2週間あって、うん、もしかしたらその間に解散打つんじゃないかと、うん、で解散打てば30日の総裁選挙は先に伸ばすでしょうし、それそういうところをちらつかせると結局議員の皆さんは浮き足だったりして相変わらずね、うんうんうん、っていうふうな読みがありますよね、うん、でも高市さんだとかね、うん、あとなんかいろんな人が声を上げ始めてもうなんか空中分解しそうなふうに見えるんですけれど、もともとはですね、うん、まあ、ポイントとなる日程が3つあって、うんうん、また9月5日あこれはパラリンピックの閉幕日ですね、閉幕日ね、来週始まるわけですね、でパラリンピック、ね、はい、で、まあさすがにパラリンピックの間は、うん、解散はしないであろう、政治休戦、はい、でもやってもいいんですか、やっても構いません、やってもいいんですか、構いません。で、次に先ほど出た9月30日の自民党総裁任期、うん、で最後が10月21日の、うん、衆議院議員の任期っていうのがあるんですね、うん、これはもう衆議院議員はその日でもうこれはもういっぱい、これは動かせない、これはもういっぱい、これは動かせない、これは動かせない、はい、これは自分の都合でちょっと1週間後ってるわけにはいかない、なるほど、でもうちょっと菅政権に勢いがある頃は、うん、まあその9月5日のパラリンピックが終わったら、うん、速やかに国会を召集して、うん、解散して、うん、総裁選の前に、はい、衆議院選挙をやって、9月30日の前に やるってで、ね、で勝てば、うん、もう総裁選は無投票で、うん、もう、まあ、菅さんで勝てば決まるというシナリオがあったとされてます、うん、あったとされてた、ただ、うん、9月12日まで緊急事態宣言を、うんうん、伸ばしました、うん、それで、菅さんはことあるごとにコロナ対応が最優先だと、うん、言ってると、言ってると、うん、そこで緊急事態の間に解散しますなんて言ったらそれはおかしいです、これは完全に矛盾しますよね、まあでもまあ全て矛盾してるからもう一個加わってもいいじゃないかって感じしますけど、うん、まあ、まあとりあえず、ね、100% ないとは言いませんけど、うん、まあ、普通に常識で考えるんですよ、うん、ありません、うん、で総裁選との関係になりますけど、うん、来週26日ですかね、うん、総裁選自民党の総裁選挙管理委員会っていうのが開かれて、はあ、うん、総裁選の日程が決まります、はあ、はいはいはい、で総裁選っていうのは投票日だけ決めて、うん、その日に急に投票っていうわけにはいかない、一応規則がありましてですね、はあ、一定期間運動の期間を設けなきゃいけないことになって、地方の党員のためです、ね、うん、今言われてる日程っていうのが9月17日告示、うん、総裁選告示ね、はい、はい、で29日投開票、投開票、つまり17日にはもうスタートしてしまうと、うん、で緊急事態が12日までありますから、うん、わずか5日間しかないですね、はい、5日間ですね、こうなるとなかなか解散するには国会を召集して、ああなるほど、本会議開いて、うん、皆様おなじみの紫のふくさが陛下の、あ陛下の、陛下の天皇の国事行為ですから、なるほど、もらっていただいてきて、うんうん、そこで解散という、うん、まあ、セレモニーが必要なわけですけど、うん、12日まで緊急事態があって仮に解除になっても、うん、総裁選が17日に始まるのであれば、うん、とてももう総裁選の前の解散はできないっていう、もう物理的に物理的に難しいっていうのが今の状況になってきてます。となると、となると どんな段取りがこう予想されるんですか。まあ言われてるのはですね、総裁選を先にやる、解散の前に、ね、9月30日29日とかにやると、はいはい、うん、で、終わった後に10月21日までの間に衆院選をやると、やると、それは新総裁のもとということですね。そうです、新総裁のもとで、うん、まあ菅さんかどうか分かんないけど、はいはい、もとでやるっていうのが、あ、だんだんそちらの方がちょっと傾いてきてるわ、だいぶ可能性が高まってきてる、あ、なるほど、となると最初のシナリオはもうなくなって崩れていると、総裁選を行うと、うん、で最近、まあ、菅さん以外の方がいろいろ意欲を示されているのも、うん、選挙の前に総裁選があるんだからっていう、
そこが大きいと思うんですよね。その頭、それが頭に入ってるから、うん、今からいろんな人がいろんなことを言い始めてる。そうそうそうね、今日なんかも動きがあったんですけど、もともと優子が伝えられていた、下村博文政調会長、高市早苗元総務大臣、この2人がですね、偶然なのか同じ日に別々に二階幹事長のところに先ほど行った、会いに行きまして、同じように総裁選への出馬へのですね、意欲を示したと、伝えたと。いや、僕は素人でよく、なんで二階さんのところに伝えに行くんですか。党の最高責任者ですから。自民党総裁は菅さんですけど、実質党を仕切ってるのは幹事長で、仁義を切りに行ったというんでしょうかね。なるほど。それに対して二階さんは激励したと言われてますけどね。出るなとかそういうこと言ってる。そういうことは幹事長は、幹事長は行事役ですから、思っていてもそういうことは言わないです。間違いなくそうであっても言わない、激励しといて裏で出にくくするっていう、そういう手もありますね。そういう寝技はね、寝技はまた別ですけど、ベッドまで寝技はあるけれども、で今のところ高市さん、それから下村博文さん、はっきり表明してるのはその二方ですね。この二人ってまさか総裁になる可能性ってないですよね。今のところですよ、今のところ、かなり厳しいんじゃないでしょうかね。なるほど。だからそうなると、どちらもその自分のバックに安倍さんを置きたくて、とりあえず名前を出してるって感じですかね。二人ともですね、いわゆる安倍前首相の側近といいますか、非常に関係の近い、関係の深い、思想的に、出資派閥も元細田派ですかね。細田派同じですし、そうですね、あれですか、あの清和会清和会ですね。古くは岸派から始まり、福田赳夫さんと森喜朗さんそう、小泉さんもそうなんですけど、ずっと続いてきた派閥で、今は党内最大派閥ですね。90人以上所属議員がいます。2人ともそこの出身なんですか。そうです。なるほど。ではなんか20人集めないかみたいなありますよね。そうなんですよね、じゃあそれ どっちを推薦するんですか。皆さんどっちも推薦していいんですか。そこが今一番厳しいといった一番の理由なんですね。要するに集まらない可能性があるんですか。そうですね。出馬したい表明はできるんだけど、本当に出馬するには国会議員20人推薦人をですね。なるほど。要するに誰でも彼でも出りゃいいってものじゃなくて、そのハードルがあるわけですね。ありますね。細田派って今96人でしたかね。ちょっと違ったかもしれないです。結構多いですね。ただし、細田派の会長である細田さん、細田元官房長官、すでに菅さんの支援支持を表明してます。すでにこれもう公式に言って、公式で言うと公に言ってるわけですね。公に言ってます。菅さんも自分を応援するよって。はい。で、安倍さんも、ちょっと前ですけど、菅さんを支援すると表明してます。それ本当ですか、安倍さんは。それはそのテレビの前で言ってるはずなんで。なるほど。だから今のところって言ったらそういう事情があるからですね。でも安倍さんは心の中でも応援するんですかね。どうですかね。ご自身が首相の時にですね、7年8ヶ月間官房長官として菅さんに支えてもらったわけですから、それは少なからず恩義なり、人間としてどうよと、あると思います。いろいろあったとしても、これは今日たまたま高市さんが幹事長のところに来た後にですね、我々記者団の取材に応じて明かしたんですが、7月に、実は安倍さんにもう一回出てくれないかって頼みに行ったって言うんですよ。ほら本当、テレビの前で言ってるから、本当なんですけど、で、断られたんで私が自分で出ることにしたと。そう言ってるんですか。言ってました。で、下村さんもまた別に取材に応じて、昨日安倍さんのところに出馬したいって伝えに行ったと、だけど今回はあなたの支援はできないというようなことを言われたと。おお、なるほど。これも今日、島村さん自身が説明して明かします。
だから安倍さんはやっぱり菅さんをとりあえず応援していると、まあ、表向きも言ってますし、うん、今はそうだと思いますけどね。あ、なるほど。だから、うん、安倍さんが裏で隠然たる力を持ちつつ、うん、党はあの二階さんが仕切って、うん、で総理大臣は菅さんでいくっていう、まあね、いろんな政策の失敗を全部棚に上げといて、うん、あの、うん、権力を維持する構造としては変えないっていう意思がどうもありそうですね、うんうん、強いですね。だとすると、うんうん、そうなるとですね、はい、高市さんと下村さんは自分で20人集めなきゃいけないわけです。自前でね。これはなかなか、うん、安倍さんも支持しない、それからあの派閥の領袖も支持しない、うん、20人いるんで、いるのは難しいよねって話になるんです。かなりハードルが高いと思います。あ、なるほど。岸田さんのところって、岸田さんはですね、まあ、去年岸田さんと戦ったあの総裁選で、うん、そうですね、結構悲惨な感じで負けてます、ね、まあかなり厳しかったですね。でも、まあ、岸田さんは岸田派という自らの派閥があるので、うん、で言おうと思えば20人はもうすぐ集まります。20人集まる。で今日の時点ではまだ態度ははっきりさせてません。あの人態度をはっきりさせない人ですよね、いつもね。なんかスパッと来ないですよね。前回もなんかそんな感じでしたかね、うん、なんか待つみたいなね。でも権力って待って取れるもんですかね。まあ取りに行かないと取れないと言われてますよね、うん、自ら祭り上げられてっていうのはもう最近あまり聞かないですよね。聞かないですもんね。自分から手挙げてどんどん出ると、うんうん、昔はですね、うん、自民党総裁選も2回3回負け癖がつくともう目がないって言われてましたけど、はい、今は何回でも挑戦して、うん、その求心力を上げて、うん、党内の支援の輪を広げて最後に勝つっていう、そういうの方法もありますからね、うんうん、ただ岸田さんなんてそういうチャンスはもうこれからないですよね、うん、だからまだ現時点で出るとも出ないとも言ってないので、うん、出るかもしれないです。それはあの来週、今日岸田さんが言ってたのは、来週と先ほど申し上げた26日に日程が決まりますと、うんうん、その決定後に自分の判断をするというようなことを、うん、今日は、うん、なるほど、なるほど、うん、他に候補っていうのはいないんですか、我こそは。あとはもう去年出た 石破さんですかね。石破さんはあの地方では人気があるけれども党内で極端に人気がないということですよね。石破さんも、うん、今回は慎重という情報がありますけどね。うん、やっぱり、まあ、これは目がないということです、まあ、そういう、本音かどうか、本音かもしれないですけど、うん、まあ、去年1年前に菅さんと総裁選を堂々と戦って菅さんが勝ったと、うん、でまだ1年しか経ってないと、うん、でここで出るというのはやっぱり筋が取らないんじゃないかというふうに考えているんじゃないかと、なるほど、私は思ってますけど。なるほど。割とそういう原則論的な方だと思ってますけどね、私は、うん、なるほど。じゃあ今の流れを総合するとですね、菅さんで選挙やるってことですよね、これだけ簡単に言えば。まあ、総裁選の情勢でいけば、うん、今はもう菅さん優位が、うん、もちろん二階幹事長もしてますし、うん、細田派もしてるとなればですね、うん、それはだけど自民党にとっては悲劇的なことですよね。そう、なかなかそんなこと簡単に言っちゃいけないかもしれないけど、うん、まあ私が見たところ、うん、もっとその言い方悪いけど菅おろしとかよく言う、あ、なんかよくあの、そういう動きがもうちょっと表に見えてもいいんですけど、うん、見えてこない。現時点ではもう私が見る限りは、はい、自民党にも今そのエネルギーが、そういうエネルギーがないないんじゃないかなと思いますね。うん、昔ってまあ、私政治取材の経験全くないけども、うん、記憶にある限り何とかおろしっていうのがよくあったわけですよ。ありましたね。で政策、大きな政策失敗したりすると、うん、何とかおろしっていうのが出てきて、結局それが大きなうねりになって、で結局おろされちゃったりするんですけども、うんうん、ないですよね。ここまで僕はやっぱり今回のコロナ対策は相当これ姿勢だと思いますよ、正直言って、うん、これでだったら自民党どうよって話になりませんか。まあそこがまさに有権者が次の衆議院選挙に投じる一票がですね、うん、大変重要になると。
今度の選挙はこれまで以上に、つまり、まあ、これまでも重要ですよね。重要です、もちろん、うん、今度も非常に重要だと。だからぜひ皆さん東京に行きまし、投票に行きましょうっていう話なんですけど、まあ、諦めずにですね。そうですよね、うん、諦めちゃいかんってことですよね。でこれ野党の方はどうですか。野党ですね、まあ、その第1党が、立憲民主党、立憲民主党を中心に、まあ、どこまで選挙協力が進むかというのがまず大きいかと思います。まあ、小選挙区ですので、まあ、1つの選挙区で1人しか当選できませんから、うんうん、まあ、今までなかなかそこの一本化というのが大変難しくて、今その協力関係にあるといえば、まあ、立憲民主党、国民民主党、共産党で、まあ、数は少ないですけど社民党って、まあ、一応その4党の協力の枠組みがあって、そうですね、ここが、うん、少なくとも全部の選挙区で一人に候補者を絞るということがまず大事になると思いますね。前提ですよね。そうしないともう数的にもかなわないですよね。うん、なんかこういつも見てると日本の野党って本当に政権取る気あるのかって思うんですよね。うん、まあ、それは枝野、立憲民主党の枝野代表が首相になる気があるかどうかっていう、まあそれと同じ意味だと思うんですけど、今の状況ではですね。原田さんから見てあの方はなる気があるんですか。どうでしょう、私は今あまり野党は多く取材してませんので、ちょっと責任、取材する価値があまりない、責任を持って今はちょっと申し上げられないです。ないわけはないと思いますけど、うん、ないわけは、今すぐなのかもう少し後なのかと、うん、ちょっとすごいチャンスだと思うんですけどね。ですよね、うん、コロナ対策でもうどんどん政策提言していって、うん、こういうところダメだよねっていうこと、すごいこうすごい隙がいっぱいあるじゃないですか、うん、いろんな、私も経済でいろいろ見てて、給付金なんかでもすごくこう予算がすごく余っちゃったんですよね、うん、あれって一回今度予算余らせるなんて、あのレベルで30兆ですよ。すごい小さくですよ。お金が行き届いてないってことでしょ、うん、必要なところに。まだ使い切ってませんからね。そう、何ヶ月前のね、協力金が来ないっていうふうに言ってますよね。そう、うん、本来の協力金より前になんか前倒しするやつなんか逆転しちゃってっていうようなこともありますよね。なるほど。いやいや、政局いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。よろしいですか。いや、はい、大丈夫です。はい、はい、じゃあお邪魔しました。いや、じゃあ仕事に、明日の朝刊作りに。はい、はい、一つね、質問があるんですけど、はい、総裁選の日程っていうのが、はい、まあ、一定の17日でしたっけか。今言われてるのが17日告示、29日投開票ですね、はい、それはいわゆるフルスペックのそうです、そうです、ですね、はい、この非常時なのでフルスペックじゃやりませんっていうふうに急遽やるっていう可能性はありますか。まあ、そんなことしたらでも国民離れや国民の自民党離れがますます進むことになるでしょうね、うん、まあ、決めちゃえば変えられますけど、まあ、今回でも去年はね、うん、安倍前首相は途中で辞めたということで、はいはい、まあ、緊急時なんで党員投票なしでやりましたけど、そうですね、今回はもう安倍さんの任期も含めてちょっと3年経って、うん、通常の総裁選なので、うん、それを、まあ、コロナを理由に、まあ、コロナは大変ですけども、うん、党員投票っていうのは基本的には郵送でやるので、あ、なるほど、それをわざわざ国会議員と、うん、都道府県連の組織の投票だけに変えるっていう、うん、ちょっとそこは大義がないんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。一般の投票選挙みたいに投票所に行ってやるわけじゃないんで、うん、事前にこう郵便で党員に送って郵便で送り返してもらうので、コロナの中でも、まあ、比較的安全ではないかなと思います。無投票になる可能性はどのくらいありますか。どのくらいと言われると先ほどのその20人集まるか問題と直結するんですけど、あるいは降ろされるっていうね。そうでもね、ただ少なくとも今は党内にはその無投票だと全く国民にその議論する場がなくなっちゃうんで、その、まあ、菅さんが勝つにしたって誰かちゃんと出て、で10日なり12日なり、
こう国民に議論を見せて、で自民党はこんなに自由で民主的な政党なんですっていう、まあ、PR をして、うん、で少しでもこう浮上させて、うん、で衆議院選挙に行った方がいいっていう声はこれは多いですよね、やっぱり、ね、なるほどね、無党派は私も好ましくないと思いますね。ああ、なるほど、わかりました。はい、どうもありがとうございました。っていうところでまだあと時間がですね、どのくらい残ってるのかな、20分ぐらい、うん、いや今なんか話聞いてて、はい、つくづく思ったのはですね、要は野党があんまりこうすごく政権取りの意欲もなんかなんとなく見えないし、うん、本当は自民党嫌なんだけど、うん、野党にするよりはいいかなという選択肢の中で、うん、菅さんはもう失政してるし嫌なんだけど、だけど他の候補よりはマシかな、うん、つまりネガティブな選択の連続の中で菅政権が、まあ、なんとなく生き残ってるっていう感じはあるんですけど、そこはどうですかね。まあそうなんですけど、ただその安倍さんの時っていうのはそのまあろくなもんじゃないと思いましたけれども、うん、でもそのこう、まあ、ある種一貫したその主義主張があった上でそれに基づいてこうやってるっていうのがなんとなく見えてましたよね、うん、あのへんてこだったけど美しい国にもっていうね、うんうん、のがあって嫌だけれども、もう見え、分かりやすかったです、はい。ただ菅さんの場合はただ強権的っていうふうに、うん、思えるっていうかね、うん、強権って字が違うんじゃないかっていうくらい、うん、そうそう、でこうやってきたことをずっとこう見てみると、まあ、もちろん菅さんがやり始めたことだけではないですけれども、うん、全部ね、そのひっくり返して、うん、その菅さんがやったのとは反対のことをやる人を総理大臣にしましょうっていうふうに考えていくと、うん、結構簡単で、うん、ね、学術会議の任命されなかった6人を、ね、あれもやぶやになってますけども、はい、直ちに委員に任命する総理大臣、うん、からなんでしょう、まあ、コロナのことで言えばね、うん、検査を本気で拡充する人、うん、から今の状態で言ったら野戦病院みたいなね、うん、治療を受けられる場所をもう10兆円ぐらい残ってるのにね、うん、それを使って日本中に10カ所ぐらい作る、うん、そういう総理大臣、うん、まあ、あと例えば広島は、うん、あれでしたけれど長崎はまだいいこと聞いてないですよね、うん、いわゆる原爆の被災者の認定をしてない人たちがいますよね、うん、そういう問題をあっという間に解決する人、うん、それから2030年には原発をなくすと、うん、まあ、少子というふうに言える人、うん、言える人ですよ ね、 そんな難しい話じゃないと思うんですよね、うん、どれとってもどれとってもね、うん、なんか僕菅さんって思うんですけど、最初出てきた時にまあ、携帯電話のことをやっぱり何度も思い出すんですよ。あの時すごく具体的で、うん、やっぱ動きましたよね、うん、まあ、あれいいかどうかは別として、まあ、まあなかなか値段を下げるわけですからで携帯電話のキャリアの在り方っていうのはみんなが疑問を持ってましたよね、うん、SIM カードの問題とか移りにくいとか、うん、でそれは良かったとは僕は思うんですよ。あと例えば彼がですね、よく言うのは、いや最初に東南アジア歴訪したりしてましたけども、はい、ASEAN との付き合いを深くするとか、うん、あともう一つ日本の農産物をね輸出することをすごく彼が非常にこう一生懸命やってるわけですよ、うん、でそういうので、ね、結構なかなか動いてるんですけど、うん、いつも私が思うのは政策の、まあ、なんていうかボリュームっていうんですか、格としてはそんなに重要だけど高くないんですよね、うん、だから僕は私はね、菅さんって そのレベルだとすごく働けるんだけど、分かりました、今ねこのいやいやもう要するにこう指導者としてもっとすごいこと問われてるわけじゃないですか。コロナ、オリンピックどうするっていうことですよね。それからまあ、もっと大きく言えばね、この対中関係どうするとか対米関係どうするとか
っていうような、このもっと総理大臣がやらなきゃいけない巨大な問題ですよね、うん、いっぱいありますよね、うん、これって要するに彼のなんか頭から溢れ出しちゃってんじゃないかっていう気がするんですよ。なんかね、そう、うん、確かに地方議員的な発想っていうか、うん、そういうふうに見えるところがありますね、ちょっとやっぱりあのこれすごい総理に対してこの失礼な言い方なんだけれども、能力的に無理だったのかなっていうね、能力的に無理だったのかなという気がしないでもないんですよ、安倍さんってむしろそういうこと好きじゃないですか。そうですね、変ですけど、変ですけどね。だからそのあの人ってあんまり思想的なこと言わないですよね、菅さんってね、右翼か左翼かよくわからない方ですよね、ていうかもうそもそも説明がないんですよ、全然。いやもうなんていうんですか、まあ、学術会議のことではもう本当にほとほと呆れ果てましたけど、何の説明もない状態ですよあれ、あれだけのあれだけの乱暴なことやって国民に何も説明しないっていうのはなかなかすごいですよね、そのままおそらくコロナがまたこういうふうに盛り上がってしまったんでうやむやになったんですけれども、全くでその中であともう一つ私がすごく今の政権で嫌だなと思うのは、国民の負託を受けていない補佐官みたいな人が決めてるような節があるんですよ、これがすごく嫌なんですよね、すごくどうしてそういうふうなことをされなきゃいけないのかと、最終的には政治は決めるべきだし、で実際内閣人事局であの人事権持ったらいいんだけれども、つまり気に入られた人が抜擢されてその人たちが決めてしまうような、実際はね、そういうような状況になってるわけですよね。それでさらに一段となんかこう国民の、意思を汲み取ってないようなちょっととんちんかんな政策も多いですよね、今見てると。まあその補佐官政治ってことでいうと安倍さんの時も結構きつくて、まあ今井隆也さんと、それから、まあ補佐官じゃないですけど杉田官房長官、はい、警察庁出身の、でその例の学術会議の話なんかは、杉田さんの、杉田さんの話ですよね、そうです。ということはまあ警察的な関心からそういうまあ政策判断をしたっていうことになるだろうと思うんですけど、これはね、いやその乱暴さを全く説明なしにやられたんではね、これはどっかの独裁国家みたいなもんですよ。そうなんですよね、ロシアだよね中国だよと言えないような政策決定があるわけですよね、補佐官って、まあ、正直言って詳しくその身分もよくわからないし、どういう権限持っててどういうふうなことなのかっていうのはちょっとまだよくわからないですよね。で彼らに任せているという状況がすごく続いてますよね。で一方で官僚の人に聞いてみるとすごくやる気なくしちゃってるんですよね、ものすごくみんなやる気なくしちゃってて、どんどん辞めてるって、辞めてますよね、優秀な人辞めてますよね。この前元某省大幹部にちょっとお話聞いたらですね、官僚は劣化してますかって言ったら、はい劣化してますって言ってそれ以外の表現の手法はありませんって言ってましたけども、それは特にそれが乱し始めたのはやっぱ安倍さんになってから、でそれがずっと続いてますよね。で普通なら、一回つけた予算を使いあれだけ残すとか、なんてありえないし、例えば現金給付にしても何にしても配りきれてないみたいなことってあれ行政ミスですよね、日本の官僚ってああいうことしないんだと私はずっと信じてたんですけども、それがねあまりにも今ひどくてちょっとどうなってんだって、そのコロナ対策で金を使おうとしない理由が何なのかっていうのは、正直よく分かんないところがあるんですが、あるいは誰の意思かっていうのがよく分かんないところなんですけど、ありますよね。その医療費抑制っていうことがね、ずっと頭にあって、官僚はそうだと思うんですけど、もうとにかく抑制しなきゃいけないって薬価の問題からね、診療報酬からね、まあその他いろいろあるわけですけど、厚生労働省関係は特に全般にどうやって金を減らすかっていうことばかり考えて仕事してる、てますよね。
そうですね、だからコロナ禍でもそういうことがあって、要するに病院来てほしくない感がもうめちゃくちゃありますよね。それってひどいじゃないですか。だって憲法違反ですよ。ですよね。うん、もうね、病院に入れない人が出てきちゃうんで、出てきてるんで、うん、まあ、本当にあの簡単なことだと思うんです。今だから医療そのものは、あのコロナに関する医療はものすごく進んだわけですよね。うん、そうですね。でいろんな薬が使えるようになって、うんうん、でまあ、まだ使えないものもありますけれど、うんうん、でまあ、患者の状態によってあの薬の使い分け、あの治療の仕方の違いっていうのはいろいろあるけど、そういうのもお医者さんはあの共通理解をもう持ったわけなんだけど、うん、肝心のその医療を提供できる場に、うん、あの場がもう飽和しちゃっていて、うん、患者さんが要するに自宅で待ってる状況っていうことでしょ。ですよね、うん、ですよね。もうそれはそうだったら解決策はもう一つしかないと思いますけどね、うん、中国がやったように、あるいはイギリスがや、うん、イギリスもやったのかな、うん、イギリスはえらい早い時期に、まあ武漢ほど早くなかったかもしれないけど、うんうんうん、その後ぐらいに、うん、国内11カ所ぐらいに病院作ってるんですよ。すごいですよね、うん、それすごいですよね、うん、それ当然コロナのために作ってるんですね。そうです、コロナ専門の病院。あのなんか僕驚いたのは、中国があの武漢で最初やった時に、うん、突然あの、まあ、ロックダウンして人民解放が出てきてプレハブみたいに建てたら、まあ、すぐできちゃったじゃないですか。そうそうそう、うん、まあ、中国はちょ僕もいろいろ文句いっぱいありますけど、うん、あれはすごいなと思いました。すごいですよね。日本もやればいいじゃないですか、ね、日本も。いや、イギリスだってその11カ所9日で確か作ったはずですよ。すごいですね、うん、作れちゃうんですよ。やろうと思えばできますよね。やできるんですよ。で去年予算ついてるんですよ、うん、いっぱいたくさん、うん、それをなぜやらなかったのかっていうのは、うん、僕ものすごい疑問ですよね、うん、疑問ですよね。ここね、あの正直ね、60越したんで、ああ、おめでとうございます。いや越したんですが、あの安心してたんですよ。なんとなくあの新聞記者やってますとね、なんか規模若いんですよ。あの飲んじゃ人の悪口言ったりとか、まあ今飲み行きませんけど、まあ飲まなくてもね、そうそうそう、悪口言ったりとかね、うん、あの社内でね、よくね、うん、まあ、争い事もあるわけですよ、こういう仕事してると。そうなんですか。争い、いやいや、あのエアコン見出しどうしてくれんだみたいな。そうそう、みんなね、子供っぽいんですよ、みんな若い、気が若い、熱くなっちゃって、うん、表出ろみたいな。私本当表出ろって見たことあるんですよ。表出ろって社会人だって見ると思わなかったけど、表出てどうするんだって話なんだけど、気が若いんですよ。で僕も気が若かったんだけど、うん、よく考えたら60じゃないかと、うん、重症化したらね、うん、これね大変ですよ。この要するに、実はあのまあある私の知り合いがね、モデルナ打った後に帯状疱疹ができちゃって、うん、でその人は結局これ上にできてしまって、今の病院を探して本当大変な治療っていうか、目がちょっと大変、今ちょっと二重に見えるらしくて、車なんかこうタクシー手を挙げると2台来て、近くにして1台だった。そんなことはないと思って、どっちに乗るかと思って1台しかなかった。それぐらいの状況になって、だってようやく今なんかそう両方見つかってトライしてるみたいですけど、あの結構大変ですよね。あのこまごまと起きてることが周りでも、まあ副反応は明らかにね結構きつい、うん、特にモデルナは熱はかなりの確率で出るみたいですし、うんうん、まあ、ただ、まあ、メリットも大きいっていうことじゃないですかね、うんうん、内田さん副反応なかったんですよね。あったちょっと痛いぐらいでした。あ、私もあの、うんうん、モデルナ打ったらあの1回目にちょっと気分が良くなっちゃって、終わった良くなった良くなっておかしいなと思って、2回目打ったらまたなんかちょっとハイになっちゃって、もともとハイなんだけど、はい、一段とハイになってなんかものすごい腹が減って、うん、確かになんかつけ麺食べに行っちゃってですね、大盛りで大盛りですか。で戻ってきたらちょっとだるかったんで、いよいよ俺にも来たかと思って、熱がかかったらやっぱり6度南部しかなくて、うん、で YouTube 見てたらなんか結局ビール飲んだっていう
夜だったんですけど、その話したら、うん、同僚が、うん、お前のプラセボじゃねえかってお前って今依然言われてるっていうね。ただ同僚たちはみんな9度8分とかって平気で言いました。あのあれなんですよ、あのワクチン打ってもうまく抗体ができない人もいるらしいんです。できない、うん、抗体価がうまく上がってこない人もいるらしいですよ。抗体ができるできないってどうやって分かるんですか。それはけあの抗体あの血液で検査するしかないですよ。僕は2回打ってるんでできたと思ってるんですけどね、うん、ただそのすぐどうかってことないから、モデルナの場合は1ヶ月、2回目打ってからまた多分何日か経ってもう経ってるんですよね。はい、結構経って、うん、2週間以上もちろん経ってます。だからそれで抗体の検査をすれば抗体価上がってるかどうかは分かるので。ああ、ちょっと検査やってみ、全然上がってないっていうこともありえますよね。何の手応えもなかったんで、うん、手応えこんな手応えがないってことあるのかと。なるほど。つけ麺は危険ですよ。危険って言っちゃいけないけど、つけ麺はだって普通盛りでもちょっと多いんですから。いや、ものすごくお腹あの日減ってしまって、ね、池袋の大正軒 の親父が大正軒、ね、発明したあの、なんていうんですか、あのお店の人用の食べ物ですけど、もともとはちょっと多いんです。だから麺が、あ、麺がね、うん、なるほど。そうですか。まあなんかあの本当はもっと真面目なワクチンの話しようと思ってます。突如としてあのワクチンをめぐる私の身に起きたことを思い出しましたね。非常に、ね、なかなか難しい。あの、うん、僕も最近知ったんですけど、モデルナのもそれからファイザー、うん、まあファイザーって言ってますけど、はい、あれ作ったのはビオンテック。あれもともと同じ、やるなんて。そうですね。だからそのあの女性の研究者が開発した方法を、うん、まあ、ファイザーが金出して、うん、結局、まあ、作ったのと、うん、からモデルナはまた別に作ったのっていうんだけど、うん、基本的に同じもののはずなんですけど、分量がモデルナの方が3倍ぐらいあるんです。オーバードーズですか。うん、でよく分からないですけど、だから反応が強く出るっていうのはそういうことなのかなってちょっとね思ったりしますけど、うん、あのうちの社もちょっと報道したんですけど、あのうちの社の職域接種はモデルナなんですよ、うん、はいはい、でやらせていただいたようなんですけども、あの確かに特に女性の方の副反応はですね、うんうん、すごかったですね。すごい人が多かったですね、うん、あのこんなに苦しむんだったらもう嫌だみたいなことをおっしゃってる方何やなあのおっしゃってる方もいてですね、あれだったですよね。ただ日本のワクチン接種自体は順調には進んでるようですよね。河野さんは確保したと記者会見で言ってました。信じられるんですかね。あの確保は、まあ嘘って言ったら怒られるかもしれないけど、だって、うん、なんかじゃあ契約しようねぐらいの言葉を交わしたらもう確保したことになってんじゃないですか。なんですかね、だって全然結局、何7月、うん、5月6月に入ってきた量からガクンと減ったわけですよね。そうです。でそれ9月もそうなるっていう話、うん、だから全然確保なんかされてないんじゃないですか。これワクチン政策取ってもものすごい僕は失勢だと。いやもうひどいです、うん、まあ、そもそも日本で作れない、ね、開発ができなかったっていうのは、うんうん、あのこれだけの技術がありながらもできなかったっていうのも失勢だし、うん、それ時間あったわけですよね、昨年からね、あったわけですよね。そうですよね、うん、まあ、日本人最近すぐね隣国韓国と比べてね、あそこのマシじゃないかみたいなこと言いますけど、うん、まああの隣国も随分ワクチン確保は苦戦してるようでね、うんうん、まあ、苦戦してるようですけれども ね、うん、あの日本の場合もこれあのアストラゼネカも使うと言ってますよね、はい、僕はあの正直申し上げて、あのこれからアストラゼネカ打つ方もいらっしゃるんであんまりこんなこと言いませんけど、だったらやっぱりモデルナかなと思いますよ。まあ、量も多いそうだし。最初私ねワクチンすごく嫌だったんですよ。嫌だったんですけど、やっぱり自分の年齢とかと考えると、うん、まあ利益の方が多いかなっていうふうに思って、まあ、思いましたけど。100% でないことはもう当然ですけど、うん、でもその重症化を防ぐっていう意味では、
期待できるものなんじゃないんですか。うん、だからワクチンというとね、まあ、河野さんじゃないですか、うん、やってるの、はあ、うん、牛田さんね、次の総理って、うん、河野さんがいいですか。いや、うん、ズバリ急に話がこっちに戻りますけど、もうちょっとね、そのも本当にがっかりしたのは、あの、うん、次の質問どうぞですよ、僕の場合は。ああ、なんかあの、うん、強引な、うん、あれをやったらもう政治家としておしまいだと思う、うん、正直なこと。今その400議席もね、うん、自民党は持ってるから、うん、あの人の出番もあるみたいだけど、でもあんなこと言った人をね、まあ、総理大臣するのするんですかと。そうそう、許していいと思えないですね、僕は。うん、本当にでもまあ、なんていうんですか、もうちょっと鼻持ちならないエリートに見えてきて、追い詰めるわけじゃないんですけど、はい、岸田さんはじゃあいかがですか。岸田さん、うん、あれね、前回か前々回ぐらいにその岸田さんの話して、あ、そうそうそう、あれですよ、その富田さんはその岸田さんは戦争始めないだろうっていうふうに、そう、うん、でもそれを伺って僕はいや、終わらせることは無理でしょって言ってたんですよ。そうですよね、始まっちゃったものをね、うん、だからそういう人に見えるんですよね。うん、そうですね、始まっちゃったらなんか結構元気に、うん、旗振っちゃう人なんじゃないかなっていう。私なんか根が単純で政治がわからんもんだから、稲田さんといらっしゃったじゃん、いらっしゃったって、いらっしゃるじゃないですか、はい、あの人は明らかに思想転向されましたよね、うんうん、思想転向というかまともになりましたよね、うん、昔は英霊に押されて出てまいりましたなんて、うん、いや、これ大変な人が出てきたなと思ったら、うん、最近ものすごくまともなことをおっしゃられるようになって、まあ、LGBT のことがね、はい、きっかけみたいですけど、それで目覚めたんだと思って、そんないいことはないですよね。そうですよね。ちゃんとした人だったんですよね。そうなんですよ。そうです。そうです。稲田さんどうですか。はい、こうなったら稲田さんでバスッと。ですね。まあでも原発とか完全に OK な人ですからね。まあ、あっちの日本海側の人でしょ。あ、そうです。福井の。うんうん、まあそれはあれ、まああのあれじゃないですか。岸田派の人って。っていうと林芳正っていうのが、林さんが今出てきますよね、山口でね、くら替えするじゃないですか。であれは結局なんていうか、二階さんが退いた後をもうやっぱり考えて、そういう中で自分は力を蓄えて、なんか発言とか見た目まともそうに見えますよね。うん、まあなんかとっても頭のいい方。林さんって私会ったことがあって、昔夜回り取材っていうのやってて、林さんのお父さんとか夜回りたんですよ。ああ、はい。でお父さん大臣で話聞いてたら、林芳正さんが急に入ってきたんですよ。はい、でどうぞ続けてくださいって言うんですよ。うん、いや、ご子息ですかって聞いたら、そうだよ、せがれだよって。なんで入ってきたんですかって聞いたら、夜回りの受ける練習で入ってきたとおっしゃったんです。当時まだ議員じゃなかった。大回り秘書かなと。夜回りを受ける練習をして、どうぞ喋ってください。面白い家庭教育ですね。面白かったですね。一度だけ、ご本人覚えてないです、うん、まあなんていうか分かりませんけどね、政治家ですからどういうふうに化けるか分かんないけれども、うんうん、ただその合理的な思考。なるほど、うん、あれですよ、菅さんのやってることは不合理ですよ。なるほど、そうですね、うん、それはもうやめてほしいですね。はい、うん、今日はちょっと林芳正さんに若干の余韻を残しつつそうです、ね、終わりたいと思っております、ね。はい、来月へ続くと。そうです、来月へ続くということで。9月だ、何が9月は何が、いやいや、だから先ほど言った、そうですよ、あれです、真っ只中ですよ、我々はどう、日本どうなるってことで、はい、また来月もよろしくお願いします、はい、なんとか、はい、頑張って出てくるようにします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。